とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、アプデで新しく来たダンジョン、行きましょう。ゲイル聖域、初めて行くね。武器、防具なんかが、新しいやつが出るんだな。まあ、とりあえず、ここ行こうかな。プラス14。これぐらいでスタートしましょう。行きましょう。聖域に入ろう。どういうことだ。ちょっと待って。シークレット1のチェスト5か。そんな多い場所ではない。あー、なるほどね。なるほど。これを、ここか。まず風がどっから来るの？来た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 。おいおい、なんか出て、なんか来たぞ。ちょっとびっくりした。おお、なんかゴーレムみたいのが現れた。こうね、はいはい、びっくりした。なんか新しい敵が急に出てきた。新しいのも出るんだね。なるほどね、そういう仕掛け。はい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 、よし。急に動きが速くなったりするから、そこちょっと注意していこう。はいはい、なんか仕掛けがいろいろとね、変わって面白いね。おお、なに、おお、びっくりした。ここに当たっても別に大丈夫か。ダメージ床みたいなやつかなと思ったけど、全然大丈夫。おお、びっくりした。なんか風が出てるね、たまに。風がたまに出てくるみたい。それ注意しよう。風使いが出てきた。下に落ちることがあるから、そこ注意ね。こっち行ってみるか。おおおおおお、何？ここはいろいろとね、仕掛けがあって難しい。ここ行けないの？行けた行けた。こっちなんかあったでしょ。お金か。お金があるだけ。別にいらなかったね。宝箱出るんじゃない？全部倒しきると。出ないか。出た。OK、ショート棒。これは？おーい、オッケー。起動させたらさらになんか敵が出てきたね。よし。難易度14まで下げたから、若干なりとマシ。でもお前たちは痛いんだ。なんか出た？エメラルド装備っていうの出したよ。新しい防具だ。エメラルド防装備。エメラルドをスポーンさせる。なるほどね。ということは、エメラルド装備があるってことは、ダイヤモンド装備か？あれのユニークは。そうかもしんないね。オッケー。とりあえず、この感じで進んでいこう。いい宝箱があった。ここね、めちゃくちゃ長い。でもこれどうやって行くの、これ。あっち側？いや、違うな。どうやって行く、これ。羽で行くの？いや、違う。これどうやって取るんだろう。いけた。よっしゃ、いけた。でも全然外れだわ。取れた。でも多分そろそろ終わりっぽいんだよね。まあ行きましょう。ちなみにあと1回死ぬと終わりだね。よしよし。うわ、何ここ。
あ、これは違うね。おお、危ねえ。あっち側はもう多分何もないもんね。宝箱も9だし、シークレットも開けてるんで、行きましょう。シークレットはね、おお、来たー、めちゃくちゃいる。ちょっと待って、ここまで来てやられたくないよ。ここまで来て死にたくない。うわ、マジか。高いところから落とされると結構ダメージ食らうから勘弁してくれ、お前だよ。よし、え、もう生き返らないね。上なんか、あ、ないよね、ないよね。はい、ああ、ゴーレムが移動してきた。行きましょう。うわあ、お、なになになに、敵がめちゃくちゃ出てきた。え、なに、これ最後じゃないの。あっぷね、これクリーパーマジやばいね。やっば、ちょっと待て。よし、最後の最後きっつい。お前だよ、うっといのは。いやいやいや、最後きっつい。よしよしよし、めんどくさいやつらがいなければ全然いけるね。よし、いった。え、これ、これクリアじゃないの。クリアじゃないっぽいな。まだあるんかい。もうこの最後の最後が本当にね、足場が悪すぎる。なんだここ、落ちたらダメージ食らうし。でも待って、お前はどうし。よし、あ、違う、こっちじゃないな。こうか、あ、こうだね。いけたいけた。最後のこのパズルみたいな迷路がなかなか面白い。え、あ、でこれで戻っていけばいいのか。ローリングして着地もできそうな気はするんだけど、まあ一応安全にいっとこう。なんかいけないか、若干遠いか。よし、もうそろそろラストのはず。ボスいる？なんかテンペストゴーレムとかなんか書いてあったよね。いるかな、なんかボス。よし、あー、もう最後の最後敵多い。はいはい、どんどん出てきてくれ、どんどん出てきて。おーい、高血スキルがうっとうしい。よし、はいはい、全部で終われで終われ、早く。まだかい。おー、前か。よし、まだまだか。よし、オッケー。反対側には別に何もないでしょ。何もないね。よし、ボスか。テンペスの部屋に入ろう。絶対ボスだ。あ、ボスと戦うんだ。ちょっと待って、ね、ドラつけていこうか。うん、これでいきます。お、お、ちょっと待って、普通のこのゴーレムたちもいるじゃん。やばくない？いけ！うわお！よし！やったろ！お？いけ！なんだそれ！あ、いったって！これ効いてるの？効いてるのか？これいった！待って待って待って。うわあ、もう！横から攻撃ですね。ああ、横からしても意味ない。おっ、ぶねえ。うわ、いった。よし、もういける、いける、このまま削れば。
倒せる。このこれこのなんだノックバック体勢があるとだいぶ楽かもしれない。ここ真っ、あれだよね、中のあのピンク色のところが多分弱点って感じ。いや違う、まあいいや、とにかく全部減らせばいいでしょ。 OK 倒したなんかあっけなかった。あ、これ取っとけよかった。ならプッシュバック無効になるからね。うわー、なんかよくわからんけど難しいところだった。はい、とりあえず今日はここゲイル聖域クリアしました。武器がね、新しいやつ、防具もね出てるので、まあユニーク入手して、動画アップしますのでチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。